こんにちは。全景 AI フォーラムです。全景 AI フォーラムの4月の回。2021年4月、今日は28日です。で、この記事が2021年の3月に書かれた理由っていうのは、この論文なんですね。アルマンさんと、ウィリアムさん。2020年のアーカイブの2020年10月の論文で、A Refined Laser Method and Faster Matrix Multiplication っていう論文が出たと。で、この論文がさっきのグラフの一番最先端のところのこのアルマン・ウィリアムスっていうここ。これが今、State of the Art なんですね。一番最善のやつ。ね。なのでっていう話で、ほうって。じゃあその中身は何だって、もう論文あるからね。実際にダウンロードしてみましたと。でね、眺め始めたんだけども、ちんぷんかんぷんわからん。まあまあ、多分僕がサインコサインって言って、回転って言ってわからんって言った人の気分を僕が味わってたわけですけども、これ普通にね、コンピュータープログラミングの論文じゃなくて、数学の論文なんで、まあ、わかんねえなっていう感じなんですね。で、それの解説記事がさっきのクオンタンで、だいたいこういうことが書いてあるよっていうのを説明してあるんですが、最先端ですね。行列積を効率的に計算しようっていう話は、技術的には、手法的には、レーザーメソッドってここにも言及されてますけど、ね、レーザーメソッド。何がレーザーメソッドなのかよくわかんない。クォンタの解説を右から左に説明するとですね、行列と行列の積を計算するっていうプロセスと、等価な問題を見つけて、で、その等価だけども、行列と行列の積そのものじゃない、その等価な問題に対して効率的になんかゴニョゴニョすることで、こっちの行列積の計算の効率化に寄与するようなものを見つけましょうっていう話。で、そっちのっていうのはどうも、行列とほとんど、似通ったものなんですけど、テンソルの問題に、対応する問題に複写して、そっちでやると。そういうのをレーザーメソッドっていうらしいですね。うん、何がレーザーなのかよくわからないっていうのは繰り返しになってますが、うん。で、その、アルマン、ウィリアムスさんの最新の、最高の今のところの世界記録はですね、N の 2.3728596 で行列積が計算できますよっていうことまで言ったらしい。なるほどと。だから何っていう。ね。あ、ここに書いてるな。だから何って僕も思ったし、改めてここに書いたわけですね。